ものとは、じゃーん、アメちゃんを舐める音を撮っていきたいと思います。以前から ASMR チャンネルでよく聞くので撮ってみたいなと思っていたトリガーなんですが、やっぱりね、アメちゃんって結構甘ったるいじゃないですか。こういう大きな、特にこういうペロペロキャンディーとかって、コットンキャンディー味、綿菓子味とか砂糖の味のアメちゃんが多くて、私好きなアメちゃんがマスカットとかリンゴとかレモンとかさっぱり系が好きなので、どうせ動画で舐めるならこうすごい美味しいアメちゃんが舐めたいなって思って探し出しました。このアメちゃん何味かと思いますか？正解はこっちがマスカット味で、こっちがぶどう味です。すごくないですか？このレインボーカラーのちょっと毒々しい見た目でマスカット味、この猫ちゃんのかぶどう味で、めっちゃ好きな味で、絶対これがいいと思って購入してきました。今日はこの2つを食べていきたいと思います。そしてこれを購入したお店がパパバブルっていうお店になってます。パパバブル、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 パパバブル。私は東京駅で購入しました。こういうね、なんかあの細長いやつをこういうふうにチッ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 って切って、その場でアメちゃんを手作りしているお店で、こちらがリンゴ味で、こちらがホワイトでミックス、試食でいただいてすごく美味しかったので、この2つを購入しました。これはちょっと動画後の編集の時にちょっと続きを食べたいと思ってます。それでは早速こちらの2つのアメちゃんを食べていきたいと思います。それではスタート。それではまず最初にこちらの猫ちゃんのキャンディーから舐めていきたいと思います。いただきます。美味しいです。すごい、あの皆さんが想像するぶどうの味っていう感じの味がします。すいません、声力がない。Thank you.
咀嚼音がこんな出すの難しいって思ってなかったです。なんかこうやってI'm
指輪もゲットしました。コーラ味かな、これもつけとこう。めっちゃ戦闘力高い感じです。コアラのマーチとベタグー組、これいろいろあるんですよ。なんか男梅の飴とか、だから全部5本の指、違う10本つけていつか登場したいと思います。あと昨日コジハマくんのガチャガチャもコンプリートしてきました。コジハマくん緑と青と赤とピンクとピンク、あと黄色、何歳ぐらいだったんだろう、3歳とか、私が幼稚園ぐらいの時だったから、あ、そうだ、ちょうど20周年って書いてました。ゴジハムくん、ゴジラとね、ハム太郎、なんか私もそんなに記憶ないんですけど、当時二部制の映画ってたまにありましたよね。ポケモンとかもなんかちっちゃなアニメ映像が最初に流れて本編が始まるみたいな。でこの時は多分ハム太郎とゴジラが同時にコラボで映画をやるっていう謎のあれがありましたね。見に行きました、当時。でも当時私怖いものがあんまり好きじゃなくって、ハム太郎だけ見てどっちが先だったのかな、とにかくゴジラが怖くて見れなくて、ハム太郎目当てで行って、ハム太郎のこのゴジハムくんをもらって、ゴジラの時間は外に抜けてた気がします。おばあちゃんと行った覚えがありますね。ゴジハムくんレアだけなくて、レアが黒色だったんですけど、それだけゲットできませんでした。メルカリとか見たらゴジハムくんのガチャガチャ300円だったんですけど、メルカリとかで見たら1700円とかになっててびっくりしました。めっちゃレアじゃんって思いました。なんか当時の映画ってすごく面白かった覚えがあります。去年もね、ポケモンのラティアスとラティオスのやつの再上映してたんですけど、を見に行きました。それも当時多分幼稚園児とかだったんですけど、今見てもめっちゃ面白かったですね。すごい感動しました。
教えていただき